力道山が暴力団員に刺されて亡くなった理由とは何だったのでしょうか。今回の動画では日本プロレス界の伝説的な人物力道山の晩年とその衝撃的な死について詳しく解説します。彼の豪快な生活、数々の暴力行為、そして莫大な借金、力道山はなぜ常に財政難に陥っていたのか。その一方で彼の弟子たちへの思いやりも垣間見えるエピソードがあります。例えば弟子のアントニオ猪木に対する厳しい仕打ちやジャイアント馬場との微妙な関係、さらにはのんびりとした林牛之助との心温まるやり取りも紹介します。力道山は猪木を木刀で打ち、ゴルフクラブで殴りつける一方で彼の親しみやすさや優しさも時折見せました。猪木が語った力道山が俺を殴るということは心を許せる存在だったという言葉には複雑な師弟関係が浮かび上がります。また力道山が抱えていた多額の借金についても触れます。彼は高級車や高級賃貸物件を所有し、見栄を張るために多くの金を使いましたが、その結果莫大な借金を背負うことになりました。そして彼の最後の妻となった田中恵子さんとのエピソード、彼が恵子さんにプロポーズし涙を見せたその瞬間は彼の人間らしさを垣間見せます。力道山の最後の日、彼はなぜナイトクラブで暴力団員とトラブルを起こしたのか、そしてその日が彼にとってどれほど特別な日であったのか、彼の死の背景には彼の複雑な人間関係と選択が絡み合っていました。視聴者の皆さんにお届けするのは力道山の栄光と転落の物語、その全貌です。ぜひ最後までご覧ください。それでは力道山の暴力と弟子たちへの仕打ちについて話を始めましょう。アントニオ猪木は理由もなく殴られるわけですからね。恨みに思っていましたよと語ったことがあります。力道山の弟子たちへの暴力はプロレスファンの間では有名な話で、特にアントニオ猪木が力道山から理由もなしに殴られていたことは広く知られています。木刀でめった打ちにされたり、ゴルフクラブで突然頭を殴られたり、さらには海の真ん中で船から降ろされて置き去りにされたり、葉巻の火を腕に押し付けられるなど、さまざまな仕打ちが伝説として残っています。猪木は力道山の仕打ちに対して、力道山が俺を殴るということは俺に対しては心が許せる、自分のストレスや弱さをぶつけることができるということだったと思う、と語っています。逆にジャイアント馬場に対してはそれができなかったと振り返り、今になって感じることはそれが愛情だったかどうかはともかく、俺は心を開ける存在だったということじゃないかな、と続けています。力道山の暴力の被害に遭ったのは猪木だけではありません。マンモス鈴木や田中忠春もその犠牲者です。田中忠春は力道山に足腰が立てなくなるまで殴られるなどの暴行を受け、何度も革靴で顔を踏みにじられました。また夜逃げしたマンモス鈴木は縄で縛り上げられ、体中を木刀でめった打ちにされるという、まるで江戸時代の拷問のような制裁を受けました。力道山の暴力は彼の弟子だけでなく他のレスラーたちにも及びました。彼の先輩にあたる林牛之助もその一人です。林牛之助は力道山に対して父親の影を見ていたといいます。彼はのんびりした性格が災いしてかなかなか出世できず、力道山がいないところでは親父と呼ぶほど親しみを感じていたのでした。力道山の暴力は一部の人々には恐怖と畏敬の念を同時に抱かせました。アントニオ猪木は力道山の暴力を受けながらもそれを自分への愛情と受け取りました。彼にとって力道山が自分を殴るという行為は心を許せる存在であることの証と考えたのです。一方ジャイアント馬場は力道山から暴力を受けなかったが、その人間性については否定的な見解を持っていました。馬場は平和主義者であり、他人と争うことを嫌い、不当な暴力を嫌う人間でした。このように力道山の弟子たちへの暴力行為は彼の複雑な人間性を映し出しています。彼の弟子たちはそれぞれ異なる形で彼の暴力を受け、それに対する反応もまた様々でした。猪木は力道山の暴力を自分への愛情と受け取り、馬場はその人間性を否定しました。それぞれのレスラーにとって力道山の暴力は彼らのプロレス人生に大きな影響を与えたのです。次は林牛之助と力道山の関係についてです。林牛之助はのんびりとした性格でなかなか出世できなかったレスラーでした。彼は相撲出身で幼い頃に母子家庭で育ちました。そんな牛之助にとって力道山は父親のような存在でした。力道山のいないところでは彼を親父と呼ぶほど親しみを感じていたのです。ある夏の日、日本プロレスの事務所に力道山と数人のレスラー、そして事務員がいました。
事務員の一言が原因で力道山の機嫌が急に悪くなり、場の空気がどんよりとしていました。力道山が感情を爆発させると恐ろしいことになります。そんな最悪のタイミングで牛之助がフラッと事務所に立ち寄ったのです。彼は機嫌の悪い力道山に向かって、先生、こんな暑い日はざるそばに限りますね、みんなにざるそばをおごってくださいよと言い放ちました。場に緊張が走りましたが、力道山は呆れた顔で、わしはざるそばなんて食わんとそっけなく返事をしました。すると牛之助は、そうですか、では先生は食べないとして、皆さん食べる人は手を挙げてくださいと挙手を促しました。全員が心の中で俺たちを巻き込むなと叫びましたが、誰も手を挙げませんでした。その様子を見た力道山は声を上げて笑いました。それ見ろ、誰も手を上限じゃないか。よし、わかった。そんだけ言うならわしがおごってやる。その代わりそばの数は20人前注文しろと言い、力道山は牛之助にざるそばを20人前注文させました。そばが運ばれると、力道山はお前さんが食べたい食べたいとわしに言ったざるそばが来たぞ。これ全部お前が残さず食べろよ。お前はいつも15分一本勝負の試合に出とるだろう。このそばを15分で全部食べきったらお前にたっぷり小遣いをやろう。その代わり食べきれんかった場合、そのそば代はお前持ちじゃ。そんで罰金1万円、給料からきっちり引くからなと言い放ちました。力道山の反撃を食らった牛之助は引くに引けず、必死にそばをすすりましたが、勢いが良かったのは最初だけで、やがて途中で箸が止まり、ついにギブアップしました。苦しそうにしている牛之助を見た力道山は、してやったりと豪快に笑いました。残念だったな牛之助、よし、しっかりお前さんの来月の給料から引いておくからなと言いました。1ヶ月後、牛之助は給料袋を手にし、中を開けてみると、そこにはそば代も罰金も引かれていない満額のお金が入っていました。父親に甘えるような牛之助の思いはいつしか力道山にも伝わり、力道山には珍しい良い話が生まれたのです。このエピソードは、林牛之助が力道山に対して感じていた親しみと、それに応える力道山の一面を描いています。力道山の厳しさと優しさが交錯する瞬間であり、牛之助にとっても力道山にとっても忘れられない思い出となりました。次は力道山の財政問題と晩年の生活についてです。力道山はその名声に反して多額の借金を抱えていました。彼は数々の高級車を所有し、自らの名前を付けた高級賃貸物件力マンションを持ち、渋谷に大型スポーツ施設、さらには相模湖にゴルフ場の建設を進めていました。しかしその実態は火の車で、総額4億5000万円以上の借金を抱えていたのです。力道山の3人目の妻は、力道山が家に1日1000円しか入れないと述べています。これは当時の大学の初任給が1万5000円であったことを考えると驚くべき定額です。力道山が常に金欠だった理由の一つは、超円安時代にアメリカから一流の外国人選手を招聘し続けていたことです。たとえ会場が満員になっても利益は少なく、経費がかさんでいました。また見栄を張るために高級車を乗り回し、金がないのに寄付をしたりすることも彼の財政を圧迫していました。さらに関西や九州の暴力団から興行収入の一部を吸い上げられていたことも彼の財政状況を悪化させる要因となっていました。1963年、力道山は38歳で4回目の結婚をします。新しい妻となった田中恵子さんは当時に11歳で、力道山とは17歳の年齢差がありました。力道山は恵子さんの前では世間のイメージとは全く違う姿を見せていました。彼は断られたら一生独身でいますとプロポーズし、恵子さんから OK の返事をもらうと席を外しました。恵子さんが様子を見に行くと、力道山は嬉しくて隠れて泣いていたのです。結婚も、力道山はそれまでプロレスラーにとって女房や家庭は邪魔だと豪語していましたが、結婚すると男が35歳を超えて結婚していないと世間に何か問題があると思われるぞと言い始め、結婚費用を出すから早く結婚しろと下の者に勧めるようになりました。力道山は晩年にはプロレスをやめる計画も立てており、弟子たちが体を壊したりレスラーとして食べていけなくなった時のことを考えて、ゴルフ場やスポーツランドを作り事業を広げていました。彼は選手たちに、俺が一生面倒を見るから気にするなと言っていたと恵子さんは証言しています。晩年の力道山は財政難に悩みながらも新しい事業を展開し、弟子たちの未来を考えて行動していました。その一方で借金や財政難に苦しむ日々が続きました。
彼の生活は一見華やかに見えましたが、その裏には多くの困難が潜んでいたのです。最後は力道山の死因とその背景についてです。1963年12月15日、力道山は暴力団員の村田勝氏にナイフで刺され、それが原因で死亡しました。この事件は赤坂のナイトクラブニューラテンクォーターで起こりました。力道山はその夜泥酔しており、店の用心棒であった村田に先に手を出したことがトラブルの原因とされています。村田勝氏は住吉和也傘下の大日本興業の構成員でした。もともと力道山の用心棒を務めていた村田ですが、力道山が同胞の町井久行が会長を務める統制会にくら替えしたため、力道山に対して良い感情を持っていなかったと言われています。力道山は周囲の忠告を聞かず、この店に行ったことで命を落とすことになりました。事件があった日は力道山にとって特別な日でした。古巣の相撲協会からロサンゼルス巡業の協力を求められ、元前田山高砂親方が朝から力道山宅に来ていました。力道山は高砂親方から頭を下げて協力を求められたことで上機嫌になり、さらに嬉しいことが重なり、朝からお酒を飲み始めました。その後デストロイヤーも加わり、さらに酒が進みました。力道山は当時赤坂に建設した力アパートメントの最上階に住んでいました。同じ敷地内には若手選手たちが住む日本プロレスの合宿所がありました。力道山はアントニオ猪木に電話をかけて自宅に呼び、猪木が到着すると力道山たちはすでに酒を飲んでいました。猪木は駆けつけ3杯大きなグラスに注がれたウイスキーを一気に飲み干し、それを見た高砂親方は、力さんこいついい顔してるねと言いました。力道山はにっこり笑ってそうだろと自慢げに答えました。力道山は猪木が細身なので相撲界で2年ほど預かってもらい、体が大きくなったらプロレスに戻すという話を高砂に打診し、高砂もそれに同意しました。猪木はこの時の力道山のそうだろうの一言が自信を持つきっかけになったと語っています。その日の午後10時半、力道山は刺され、7日後に息を引き取りました。刺された原因は力道山が先に手を出したことですが、力道山が大酒飲みとして知られていたことも背景にあります。彼の妻恵子さんによれば、力道山は実際には酒が強くなく、世間に向かってパフォーマンスを演じていただけだったといいます。しかしこの日は特別な日であり、酒を断ることができなかったのでした。力道山の死は彼の豪快な生活とその背後に潜む危険を象徴しています。彼は自らの行動がもたらす結果を考えず、酒と暴力に溺れた生活を続けた結果、悲劇的な最後を迎えることとなりました。今回の動画では力道山の波乱に満ちた人生とその衝撃的な最後について詳しくお伝えしました。彼の晩年は華やかな表舞台の裏で多くの困難と葛藤がありました。弟子たちへの暴力、借金に苦しむ生活、そして暴力団とのトラブルが彼の人生を大きく変えました。力道山は日本プロレス界の象徴的な存在でありながら、その背後には複雑な人間関係や金銭問題が潜んでいました。アントニオ猪木やジャイアント馬場との関係、そして彼の最後の妻とのエピソードを通じて、力道山の人間味あふれる一面を垣間見ることができました。特に猪木に対する暴力とその裏にある愛憎の入り混じった感情は、多くの視聴者にとって驚きだったのではないでしょうか。力道山の最後の日、その特別な背景と一連の出来事は彼の人生の最も劇的な瞬間の一つです。彼の死因となった事件は彼の人生を象徴するものであり、華やかなリングの外での厳しい現実を物語っています。視聴者の皆さん、力道山の人生についてどのように感じましたか？彼の行動や考えに共感できる部分はありましたか？また彼の晩年に関するエピソードで特に印象に残ったものは何でしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想をお聞かせください。この動画が皆さんにとって新たな発見や興味深い情報を提供できたなら幸いです。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。